はい、どうも、ホソピーです。ご無沙汰しております。ということで、投稿間隔がだいぶ空いておりましてですね、勝手にお盆休みを取っておりました。ということで、何やってたかっていうとですね、結構車をですね、探しておりまして、契約をしたというところで、そっちにね、集中していたということでですね、動画撮影がないがしろになってしまっていたわけなんですけれどもね、本日は久しぶりということなんですけれども、7月のですね、iPhone 人気ランキングですね、これやっていきたいと思います。本来、7月中にやっておくべき内容だったんですが、遅ればせながらですね、iPhone の季節がやってきたというところで、ぜひぜひうちのチャンネルね、登録しておいてください。ということで、本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということでランキング10位から1位までやっていきましょう。そして10位から6位まではですね、サクサクっといっちゃいますね。今月の第10位はですね、こちらです。はい、 iPhone 12 Pro でございます。これはですね、もう Apple Store でね、購入できませんので、楽天とかですかね、そのあたりで購入するぐらいしかないかなと思うんですけれども、間もなくね、14シリーズが出るというところではありますが、目立った値下げっていうところもないのでね、今買うのはどうかなっていうような、ちょっと微妙な立ち位置には置かれてるかなと、そういった機種かなというところですね。はい、では次、第9位ですね。第9位はこちらです。 iPhone 11ですね。iPhone 11もですね、標準モデルというところでかなりね、売れた端末かなというふうに思っておりますけれども、 Face ID がですね、マスク対応にはね、ならない機種ということで、12以降のものだったら、それが対応になったんですけれども、11はちょっと置いてかれちゃったんですよね。11もですね、次の14シリーズが出たら Apple Store のラインナップからは外れちゃうかなというところなので、どうしてもこれが欲しいっていう方以外は、特別狙う機種ではないかな、もうそういう感じになってるかなというところですね。はい、ではサクサクいきましょう。次、第8位ですね。第8位はこちらです。はい、 iPhone 13 Pro Max でございます。で、これに関しては、私の、メイン端末ということで、新色のね、アルパイングリーン、確か3月18日に発売になって、新色を買った方も、いらっしゃるかなと思うんですけれども、私はですね、自分用の 13 Pro Max がなかったものですから、3月に購入したわけですけれどもね、最近このパターンで買う方が多いかな。で、今年もですね、iPhone 14 シリーズが出た時に、まずメイン機種に据えようと思ってるのは iPhone 14 Proで行こうかななんて思ってます。で、新色狙いで、14 Pro Max は年明けてね、3月頃にまた狙おうかななんていう風に漠然とちょっと考えているんですけれどもね。はい、ということで、私のメイン機種は第8位ということですね。では次、第7位いきましょう。第7位はこちらです。はい、 iPhone 12 mini ですね。で、これなんかもね、ちょっと前の動画で私手放したっていう動画出しました。で、13 mini、上位互換の13 mini がここにあるので、とりあえずね、12 mini は、お役御免でよろしいかなというようなところで出しちゃったんですけれどもね。で、パープルという色もかなり気に入っていたポイントではあるんですけれども、やっぱ電池持ちとかっていうところもありますしね、やや物足りないというところで、手放したということです。12 mini とか今はね、売却しちゃっても結構いい金額で取ってくれるので、端末の入れ替えとかね、今やっちゃうのも一つかなと思います。新型が出るとそれぞれね、すべてが一個ずつ型落ちになっていくので、買取価格とかも落ちていくんですよ。うまくやる方はですね、この時期に売っちゃうっていう人もいます。で、その売っちゃって、例えば SE の第3世代とかこういったもので1ヶ月ぐらいしのいで、新型が出たら入れ替えるっていうやり方も一つかななんて思いますけれどもね。1ヶ月ぐらいちょっと旧型の機種を使うっていうところで我慢できる方は、今売ってしまえば、新型が出る前だったらね、1万円とか1万2000円とかもしかしたら、高くね、売却することができるかもしれませんからね。はい、ということで、第7位ね、12 mini でございました。では次、第6位。6位はですね、こちらですね。はい、iPhone 13 Pro でございます。13 Pro もですね、今ね、買ったらどうなのっていうような話もありましたけれども、 Apple Store では販売が1年で終わってしまう、プロモデルは終わってしまうということで、おそらくまた買えるとしたら楽天モバイルだとか、あとはヨドバシとかビッグカメラとか、こういったところの店頭ではまだ少し残るのかなと思います。ただ Apple Store からなくなると、基準となる金額がですね、なくなるということで、あ
んまりね値下げとかされないんですよね。今と同じ現状価格でそのまま売られるというところで、そうなってくると、まあ、13 Pro とね新しくじゃあ14 Pro がラインナップされましたっていうそこの金額差を見たときに、あえて13 Pro を選ぶほどの、まあ、安さっていうところ、これを見出せないと買いだなっていうふうにはあまり思えないかなっていう感じになっちゃうんですよね。はい、ということで、まあ物自体はめちゃくちゃいいですけれどもね。ということで第6位ですね、 iPhone 13 Pro でございました。ということで5位からね、特徴とかもまとめながらやっていきたいと思います。はい、ではここからいきましょう。第5位ね、いきましょう。第5位はですねこちらです。はい、 iPhone SE 第2世代でございます。でこれもね Apple Store のラインナップからはねもうなくなってしまったので、まあ私も近いうちにちょっと手放そうかなというふうに思っていたものになります。小学生のね娘がちょっと使っているんですけれども、まあこの SE 第2世代からまあ第3世代の方にね置き換えちゃおうかななんて思っております。で第2世代も今回ランキングで5位にね入っているんですけれども、じゃあ今からこれを買うっていうのがどうなのっていうふうに考えた時に、あんまりこう一括案件とかももうねほとんど在庫も出払ってしまって、新たに購入するっていうところに関してはなかなか難しいしね、条件として一括で9800円とかで出てても微妙だなと思いますからね。それぐらいだったらね SE の第3世代の新しいものの方をまあ狙われた方がいいのかなと思いますね。はい、こちら特徴ですね。2020年の4月24日ということで、まあ2年以上も経過している端末ということですね。 A13 チップ搭載なので、まあちょっと古めかしさはあるんですけれども、まあまあまあこのチップでも処理っていうところに関しては問題ないという感じですね。 4.7 インチの液晶ディスプレイっていうところが最も古めかしさがあるところかな。指紋認証はやっぱり重宝する方も多いと思うんですけれどもね。シングルカメラというところもまあややね古めかしさはあるかなという感じです。でバッテリー持ちは本当にこう厳しい端末になってますから、まあサブ的に使うとかね、一番下に書いてありますけれども、通話とかメールとか LINE とか、まあそういったところの連絡専用端末とか、まあ業務用携帯っていうかね、企業さんとかで使ったりっていうところは、まあ意外と重宝するんじゃないのかな。レンタルで1日2日使うとかね、用途を絞ったところで活躍することができるかなという感じになってます。はい、ということで今月のね第5位ですね。まあまだね根強いですね。もう本当に1年2年近くずっと1位の座にね君臨していた SE 第2世代ですけれども、まあ SE 第3世代にも置き換わってですね、順位としてはだいぶ下がってきちゃったなっていう感じがありますね。ということで第5位ですね、 iPhone SE 第2世代でございました。はい、では次第4位いきましょう。第4位はこちらです。はい、 iPhone 13 mini でございます。はい、 iPhone 13 mini、 私のサブ端末としてね今活躍しておりますけれども、13 mini、これがミッドナイトというカラーになりますね。はい、これもですね、まあ今買いかと言われると今は完全にもう待ってください、買うのは待ちましょうという段階ではありますけれども、まああと1ヶ月ぐらいした時にですね iPhone の発表イベントね、新型 iPhone の発表イベント、なんかここ最近の情報だとね9月なんか7日説が結構濃厚になってきてるのかな。1週間ぐらいもしかしたら早まる可能性があるので、このね発表発表の時に新型の金額が分かりますし、旧型になるものの値下げの販売が始まるのもこのタイミングでございます。なので早いタイミングだともう1ヶ月待たずとして値下げが始まる可能性があります。ただどれぐらいの金額値下がるのかっていうところは結構微妙ではあるんですけれども、まあもし13ミニとか買いたい人はですね、あと1ヶ月絶対に待ちましょうというところで特徴を見ておきますね。こちらです。はい、2021年の9月24日発売。いや早いですね、1年経つのは本当に早いですよ。まあね、この iPhone 13 mini 出た時はかなり感動してね、あの12 mini が出た時の感動をちょっと上回るぐらいなところありましたよ。あのさらに進化してカメラも斜めに配置になってね、カメラ性能もあの、まあ、見た目がちょっと斜めになって変わったっていうところ以上にですね画質の進化もありますので、まあ、これから mini の端末ね欲しいなと思ってる方は断然13 mini、12 mini ではなく13 mini を買われた方がいいですね。まあ、バッテリー持ちとかその通常使いにおいての、まあ、ベースアップっていうのかな、あのそういったものもありますし、カメラ性能も確実に上がっているというところで13 mini の方がおすすめですかね。で、まあ、小型軽量で 140g だしね、前作からのバッテリー持ちは改善しておりまして、ビデオ再生最大時間もね17時間まで上がってますからね。で次期、まあ、14シリーズ、ここではですねミニモデルは出ないというのが濃厚
方向ですから、買うなら14シリーズ発表待って値下がりを狙えというところ、ここ本当に鉄則でございます。ということで3位とか4位ぐらいで順位は行ったり来たりしてるんですけれども、ミニ好きな人にとってはもうこれ以外の選択肢はないんではないかなというぐらいですね、ミニの中では完成された iPhone になっておりますので、小型 iPhone 好きな人にはもうこれ一択と言ってもいいでしょう。ということで値下がりを待って狙ってください。はい、ということで第4位ですね、 iPhone 13 mini でございました。はい、では次第3位いきましょう。上位3位の発表ということでですね、第3位はですねこちらです。はい、 iPhone 12 でございます。12はこちらにありますね。カラーはブラックということで、まあ懐かしいね、一括1円で買えたんですよ、この時はね。3月でしたけれどもね、今はもう iPhone 12も、まあ、かなり高くなってしまったというか、まあ、正規の金額じゃないと買えないかなっていうような感じですかね。まあ、一括の案件で言えば、まあ、やろうと思えば4万円台とかになるのかな。まあ、ほとんどね、ここ最近は一括販売っていうものがあんまりね、やってないというか全然見かけなくなりました。ほとんどレンタルで、まあ、2年とか使うの前提で、それならば毎月1円ずつ払っていって、2年間のトータル支払い金額が23円とか24円とかね、まあ、こういうような案件があったりするかなというところ、かろうじてこれぐらいしかないのかなとは思いますけれどもね。ということで12の特徴はこちらです。はい、2020年の10月23日発売ということで、まあ約2年が経過してきている端末ですけれども、まあほとんどの方が iPhone 12ぐらいの性能があればですね、まあ満足できるかなというところですかね。で、まあここ最近の iPhone もその7月1日からですね、 Apple Store の値上げというところもあって、キャリアもまあそれに準ずる形で7月の15日ぐらいだったかな、値上げになりましたよね。そこからもうね、そのとにかく安く買う方法っていうのがなくなってるような印象です。長く使うことで毎月の支払いに割引が入って、結果安くなるみたいなのがかろうじてあるというところ、そういう買い方しかないのであればですね、なるべく最新のものを買われた方がいいのかなと思います。2年間縛られちゃったら iPhone 12 2年後にはね、さらに型落ち、もう4世代ぐらい型落ちになるような感じになっちゃいますから、まあそういう風になるのであれば、もう2年使うよっていうのが固定されているのであればですね、まあギリギリ13とかね、あとはまあ新型を待って、そこから2年の契約で、お返しみたいなので買うとかね、そういう方がいいのかなと思いますけれどもね。で、 iPhone 12はですね A14 チップ搭載で、処理性能的にはまあ全く問題ございません。で、 6.1 インチの有機 EL ディスプレイなので、まあ万能に、携帯性もある程度いいですし、ゲームとかね、動画を見たりっていうところでも、まあある程度楽しむことができるぐらいのディスプレイの大きさはあります。で、顔認証はマスク対応にちゃんとなっておりますしね。で、カメラは2眼で、広角と超広角、望遠はありません。で、どんな用途でもそれなりにこなせるということでですね、まあゲーム用途で使いたいなとか、カメラをちょっと重視したいなとか、いろんな用途あると思うんですけれども、まあどんな用途でも本当に万能にこなせますから、まあちょっとね、どんな iPhone にしたいのかなっていうところが明確になってない方はですね、まあこういった 6.1 インチの標準モデルのものを買われる方が、まあよろしいかなと思います。ということで、購入を検討されている方はですね、なんとか一月待ってね、iPhone 14 シリーズの発表を待って、値下がりされてから、買うというのが鉄則でございます。ということで第3位ね、 iPhone 12 でございました。はい、では第2位いきましょう。第2位はですねこちらですね。はい、 iPhone 13 でございます。はい、ということで、まあ標準モデルのやっぱり iPhone っていうのが、こう順位がね、あんまりこう変動がなくなってくる時にはだいたい上位にいますよ。まあなんだかんだ言って標準モデルがね、一番売れ筋ということになります。大きいとか特に小さいとかね、こういったのはやっぱりね、その好きな人が買っていくモデルであって、万人向けとして広くいろんなタイプの方にこう売れていくっていうところでは、なんだかんだ標準モデルっていうものがね、ランキングとしてはこうやって上位に上がってくるんでしょう。 iPhone 13ね、実機はこちらです。はい、このピンクがね意外と良かった。今年この色はね、当たりかなと思いますね。なんかこのローズゴールドでもなくって、ちょっとシルバーにピンクっぽい感じの色味が加わったというところですけれどもね。あまりこうどぎついピンクじゃないですから、使っててもね全然違和感ないかなと思いますね。まあこの13の特徴のね、斜めにカメラが配置されてるっていうのもまあ結構いいですよね。縦に並ぶ方が好きっていう方もいらっしゃるでしょうけれども、まあ斜めの配置になってからも別に違和感ないかなっていうふうに思いますけれども、
どもね。はい、ということで13特徴こちらですね。はい、2021年の9月24日発売。まあ、昨年はね9月24日の発売で、今年は9月23日かななんて噂がね強かったんですけれども、ここ最近はそのさらに1週間前16日になるかもしれないっていうところがちょっと浮上してきてて、まあ、このあたりもねちょっとリーク系の動画またまとめてですねガンガン出していきたいなと思ってますけれども、まあ、1週間早まるっていうのはでかいですよね。で、13の特徴として、まあ、6.1 インチの有機 EL ディスプレイ、まあ、これ iPhone 12と全く同じなんですけれども、画面輝度がですね、iPhone 12 625ニトだったところから800ニトまで上がっているというところ、これもね、見逃せないポイントになってます。そして、まあ、どんな用途でもこなせる万能 iPhone の現時点においての最強バージョンですね。まあ、14が出たらこれが14に置き換わるということになりますけれどもね、バッテリー持ちもね、かなり良くなってますね。ビデオ再生最大19時間ということで、ほとんどの方が1日使ってもね問題ないバッテリー性能があると言ってもいいでしょう。まあ、ゲームをねめちゃくちゃ2時間も3時間もやるよっていう方は、まあ、これは例外ですけれどもね。はい、ということで iPhone 14シリーズ発表まで値下がりを狙ってください。これが iPhone 13の特徴でございます。今月の第2位ですね。はい、ではラスト今月の第1位いってみましょう。第1位はねこちらです。はい、 iPhone SE 第3世代でございます。はい、こちらにあります。はい、iPhone SE 第3世代。まあ、なんだかんだ言って、この SE シリーズというものが私のランキング、これ価格 .com のランキング参考にしてますけれども、ここではですね、強いです。めちゃくちゃ強い。まあ、ここからもう1年間ぐらいはもう SE 第3世代が、まあ、動かないのかななんていうぐらいですね、おそらく強いですね。14シリーズが出てきても、この SE 第3世代をこう、どかして1位になるものがあるかと言われると、13が1位になってない時点で、14がいきなり1位っていうのも、ちょっと考えにくいかなと思いますからね。まあ、ここからはまあ不動になるのかなと思います。はい、ということで特徴見ておきましょう。こちらですね。SE 第3世代。もう本当にね、形は古いんですけれども、古めかしいんですけれども、中身がね、一新されているというのがこの SE 第3世代。3月18日発売ということで、まあ、まだね、半年経ってない5ヶ月ぐらいしか立ってない端末ですけれども、昔からあるようなね、そんな印象がありますよね。で、4.7 インチで、まあ、この液晶ディスプレイっていうのも、まあ、古めかしさ感じます。で、指紋認証は古めかしさというよりかは、まあ、どちらかというと、ユーザー的には多分安心感の方が強いかな。で、カメラがシングルなので、あんまりこうカメラにこだわるっていう方は向かないんですけれども、まあ、画質がひどくて使えないっていうほどではないので、まあ、その辺はちょっと安心してもいいのかなという感じです。で、バッテリー持ちは iPhone 12 mini 相当というところまで改善してますね。これね、だいぶ改善してるんです。SE 第2世代の時は、まあ、ちょっとね、バッテリー持ち本当に難ありだったんでね。で、7月1日に値上がりしたということで、今ね、Apple Store の最安価格っていうのは、まあ、62,800円になってます。ということで、まあ、乗り換えの一括9,800円ぐらいが、まあ、相場というか、あったら安い方なのかな。一括1円とかっていうのはやっぱり最近見かけませんので、SE もですね、まあ乗り換えて、まあ実質1円とか、まあ2年間にわたってちょっとずつこう端末のね割引が入って、なんだかんだ、まあ1円とかっていうのが、まあ、あったらいいのかななんていう感じですかね。はい、ということで iPhone SE 第3世代ね、強いですね。ここからのランキングは、まあこれが、まあずっと1位でいくのかななんて私も予想してますけれどもね。新型 iPhone のね、発表まで待って、このランキングを参考にしてですね、まあ、旧型を買おうかなと思ってる方はとりあえず1ヶ月待ってからの購入というところね、これを徹底していただければと思います。細Pチャンネル。はい、ということで本日はですね、久しぶりのね動画投稿ということで、長らくねちょっと空いてしまって本当に申し訳ありませんということで、私事ですが車を買ったというところでね、これからはちょっとそういったところでもガジェットに絡めて動画も出していければなーなんて思ってますけれどもね。はい、ということで、まあこれから iPhone 14シリーズのリーク情報なんていうところもねまとめてやっていきたいなと思っております。そしてまあ発表のタイミングだとか、そういったものが少し早まるっていう噂もあるので、そのあたりもちょっと注意深くね、私も情報を取っていきたいなと思っておりますので、まあ、iPhone の買い替え専門でやってるようなチャンネルなので、まあ、これからは本当にね、熱いシーズンがやってくるというところで、皆さん期待してね、動画を待っていただければと思います。ということで本日の動画ね、役に立った面白かったと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。